どうもねずっちです。ナイツの花くんがね、よく僕のネタを舞台でやって、その後にねずっちのですっていうのをやるんですよ。でこれはもう僕も宣伝になるし、花くんもそれで笑い取れるから、ウィンウィンの関係なんでね、どんどんやってとか、言ってたんですけどね、この間ナイツの舞台見てたら、花くんが下ネタ言い始めましてね、でまたあの性格ですから悪乗りしてガンガンやってたんですよ。そしたらみるみるお客さんが引いてね、引いてやべえ状態だなと思ったら、まさかのそこでねずっちのですって、いやそれ違うからと、それは俺のじゃないからつって、終わった後ね、花くんダメだよとね、客が引いた時にねずっちのですあれ違うでしょつったら、いやあのね、滑ってる時とかに言ってもね、僕らが滑ったことになんないから便利なんですよ、えへへなんて笑ってましてね。ほんと花くんつのはあれだね、例えて言うならバスケのね、神様が厳しい指導をするようなもんだね。うん、どういうことかって、冗談きついってね。ねずっちです。ではまた。